ものづくりの楽しさを子どもから大人まで体験できるイベント、長岡ものづくりフェアがアオーレ長岡で開かれました。長岡ものづくりフェアは長岡の企業や学校の優れた技術、ものづくりの楽しさを知ってもらおうと開かれたもので、感染症の影響でアオーレ長岡のアリーナで開催されるのは4年ぶりとなりました。実はですね、この4年のブラックがあったんで、出展される方、それがねかなって、実はね、かなり不安だったんですが、なんと今日、年間長岡まつりに合わせて80ブース以上ということで、ですね、過去最大でございます。日本に誇る、世界に誇る素晴らしいブースを持った物作り企業がたくさんあるということをですね、子どもたち、それから長岡の皆さんに、知っていただく絶好のチャンスだと思っております。会場には優れた技術を持つ長岡市内のものづくり企業や学校の活動などを紹介する PR ブースが並んだほか、ものづくりを体験できるブースが設置され、イベントは大勢の人たちでにぎわいました。こちらの小川コンベアのブースでは、子どもたちが会社が開発した機械と瓶を並べる速さを競いました。早すぎんか。長岡産業活性化協会なぜのブースでは、回して遊ぶおもちゃハンドスピナーを作る体験が行われました。子どもたちは自分の好きな色の部品でハンドスピナーを組み立てた後、指先や机の上で回して楽しんでいました。こちらは長岡鉄工業青年研究会の体験ブースです。金属の薄い板を折り曲げて作る恐竜型のペンホルダーが好評でした。難しそうだと思ったけど結構簡単で、いいのができてよかったです。簡単ですごく楽しかったです。なんかすごいいろんな工程があって作られてるところがすごいと思いました。いろいろなものがすごい技術で作られていて来てよかったなって思いました。楽しかったです。こんなにいっぱい企業があるんだなって改めて思いました。会場では自由な発想でものづくりをする人たちの作品展、メイカーズ長岡まつりも同時開催されました。ブースには遊び心と創意工夫が凝らされた作品が展示され、訪れた人が制作者の解説を聞いたり作品を動かしたりして楽しんでいました。